サッカー、サッカーうまいですね。そうなんですよ、勝ち切っていくためには非常に重要ですからね。さて前を向いたエサカ、スペースに出してユンカ、エサカに預ける、エサカのパスはユンカ。本、結構本読むらしいです。あ、そうですか、はい、今年のキャンプでも本、岩波中に差し込んだボール、ここもエサカトラップで逆を取りました、はい、そして柔らかいフライスルーパス、伊藤がいる。ただ0対0、前を向いたコントロール江坂です。江坂左から松尾、カットインだ、松尾真ん中入れた江坂のワンタッチから秋元、フラー使わずに今江坂に出して江坂前を向く、そしてユンカーだー。今日の、この暑さ、コンディションなんか広げた、江坂の後ろ上がってる、またり、おお江坂こっちだ、こっちには松崎がいた、そして今裏をユンカー狙っている、そのユンカーへのパスになる、バウンドする、流れていってユンカーだ、ナイスキーパー、何、そしてボレーだ、裏後ろ4枚気味で動かして、おっと江坂で取った、キャスターユンカー、もう一回ユンカーが打った、そして左には10番の大島、さあチャンスになる、中には3枚いる、シュート決まった、浦和レッズが先制、秋元押された、中には江坂シュート決まった、後半の36分、浦和レッズ追加点、決めたのはやはり33番の江坂、横パスで江坂コントロール浮きましたが頭で運んでいきます、折り返しからヘッド、江坂の折り返しからシャルク、今よく折り返しましたね、ユニフォームに着替えて出てきました、うん、うまく入れ替わった江坂、引きつける、溜めて自分で運んでいった、右足、秋元からさあ江坂、そしてユンカーだー、ポストだ、まだある江坂、押し込めない、打てるようなシーンありましたけど、はい、まあ、どちらかというと無理して打つような感じではないですけどね、選手がいるので、収めたボール、こぼれ球、江坂が運ぶ、さあカウンター、3人で攻撃開始、レッズタックルは流します、流して、おっと滑ったのを起点にして、江坂のパス、キャスターユーカー、外側に回ったり、江坂捉えて前、横にパスをしてユーカー、踏み込んで打つ、これ江坂が走っている、中ユンカー空いている、逆サイド関根もいる、ユンカー持っていってシュート、流し込んだ、しっかり締めたいですね、裏の、そうですね、おっと場内がどよめきました、すごいボールですね、さあそしてまた江坂に来た、ユンカー空いている、ユンカーユンカー今日途中出場で2得点、このあたりのスローインからです、江坂から逆サイド、モーベルが走る、モーベルグここからヒル繋いだ、そして中へのシュート、来た、江坂ですかね、パス出した江坂があそこを落としたんですね、タイミングを今岩尾は測ってましたが出せませんでした、江坂裏を取って大畑上がる中、秋元マイナスのボールだ、チャンス先制しました、レッツサイドを取ってフィニッシュも江坂、松尾としては仕掛けやすいですよね、ここで2対1ですよね、そして江坂だ、ゴールイン、決めました、江坂当たる、1対0、33分、浦和レッズ先制です、食べて切り返し、江坂は左足、江坂左足で狙いました、ミドルシュート、真渡りオーバーラップ、ヘディングシュート、ースバー左足狙った、まさに神福本、つなぎに行く中央、江坂剥がします、最前線ユンカー落とす、ワンタッチハイボール左サイド上がっている秋元です、
さあ江坂、ここから運んでいく。枠を捉えた遠藤のシュートでした。江坂からロングボール、さあ優香、足元、岩尾のパス、大外にボール転がしてワンタッチ、スバッと縦、松尾へラストパス、松尾優介、変わらないですよね、続けますよね。チャンスだ、江坂、いいところが見えていた、真当たりから押して、ね、ここもいいところだ、後ろから走り出している、折り返した、江坂がいます。江坂、胸トラップの落とし、ここに小泉が入っていった。最終ラインの守備力の高さというのもあるんでしょうね、そして江坂、前を向いている、ただいい対応を見せました。江坂から、ここは江坂がコントロールしてピックして、江坂狙っていますが、江坂、酒井、シュート、上福元、残り15分の、得点失点、ユンカー運んで江坂へ、江坂、江坂がまだ行く、流れていく、江坂を使う、中に戸敦樹も上がっていく、クロスにユンカー、松崎、そしてスイッチをして、江坂からのこのボール飛び込んでいった、岩尾が浮かして、江坂入っていく、胸トラップから、ここから中へ、そして松尾だ、前半のアディショナルタイムに追加点が生まれました。伊藤敦樹です。伊藤、江坂、左秋元、余ってます、うん、その秋元が打った、来た、さあ2列目の並びをまた変えてきた浦和、江坂だ、江坂のボール、それで秋元が出ていきます、江坂へ、自分で行く、おお、流し込む、いや、あ、得点認めました、ファウルは取りませんでした。サッカーキーパーの逆、決めた、延長、そして PK 戦の末、浦和レッズ見事な決勝進出。